河野デジタル大臣は今日、マイナンバーと公的給付金の受取口座を紐付ける際に、本人ではなく家族や同居人らの名義の口座を登録したとみられるケースがおよそ13万件あったと発表しました。また、全くの他人の口座が誤って登録された可能性が高い事案も748件確認されたということです。河野大臣は、迅速かつ確実な給付ができるよう信頼の確保に取り組むと述べ、本人ではない名義を登録している場合、9月末までに本人名義に変更するよう呼びかけました。